目指せ甲子園。今回は三重県立名張高等学校をご紹介します。目指せ甲子園。創部から71年の歴史を持つ名張高校の野球部、昨年の三重大会では松阪高校に敗れ、初戦敗退と悔しい思いをしました。今年は3年生8人を含む総勢28人、3年生はまだ県大会での勝利経験がなく、熱い思いを持って今大会に挑みます。自分たちに合った野球を本番で出せるようにしたメニューを重点的に行い、グラウンドの一角には選手それぞれの目標設定シートを掲示しています。このチームをまとめ上げるのがサードを守る主将の殿本蓮斗選手です。僕たちは自主性をチームの目標にしています。春の大会を過ぎてからチームが団結をし、一人一人言われてから気づくのではなく、自分たちで気づき雰囲気を盛り上げています。なので春の大会を過ぎてから自分たちのチームの課題が見つかることによって、今夏の大会の前になってチームの雰囲気がとても上がり、チームも仕上がってきています。なので今年こそは甲子園行けるように、そして夏の大会効果を歌えるように頑張りたいです。僕たち3年生が甲子園を目指せるのはこの夏の大会の残り1回なので、自分としては夏の大会甲子園出場を目指して頑張りたいと思っています。前川。今大会の鍵になる選手は打順を1番打っていて、捕手の前川達也です。前川達也です。ポジションはキャッチャーをしています。ピッチャーだけでなく野手全員も支えられるように、自分が先頭に立ってプレーしていきたいと思っています。絶対勝つぞ。今年はアホで男前で一を大切にできるチームをモットーにし、また部活動、学校生活、私生活と全てにおいて当たり前を当たり前にすることを大切に、みんなで取り組んできました。そんな選手、チームの指揮を取るのは就任9年目の北森圭司監督です。今年のチームは、投手陣が、左投手、サウスポーが多くて、特に3年生の2人、中上と、北川が中心で、試合を作っていきます。また、今年のチームは、適材適所のあるチームかなと。打順にしても1番を打つ者、2番を打つ者がそれぞれ役割を果たし、3番、4番、5番が返すというふうな形でチームを構成されています。守備に関してもそれぞれが自分の役割を果たしてチームを勝ちに導くというふうな意識でやってくれているので、徐々に状態は上がってきているのかなというふうに思っています。昨年、一昨年と、強豪校と当たって、コールド負けをしています。ここ、何年か1回戦も突破できていませんし、今いる選手たちは、県大会で、勝つという経験がないので、とにかく、初戦を、自分たちの力を発揮した形で、勝ち上がってほしいなというふうに思っています。そして選手が気持ちよく練習できるようにと常に動き回り、チームを陰で支えるのが4人のマネージャーです。今までやってきたことを信じて頑張ってください。全員で校歌を歌いましょう。マネージャー4人はこの日も選手を見守りながら練習道具の手入れなどを入念に行っていました。せーの、頑張れ。名張高校の初戦、桑名高校との試合は7月16日午前10時から四日市市営霞ヶ浦球場で行われます。